レーナンバー 1-1 三重キックオフ、キッカー25番佐藤建設、リターナーは2番と9番。佐藤建設9番リターン、リターナー9番、自陣35ヤード付近でボールデッド。ここから佐藤建設の攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃は1回をダウンと称し、その回数に応じてファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンと言います。攻撃の回数は4回、4回で10ヤードを進み攻撃権を継続するか、相手陣地奥深くにある得点ゾーン、エンドゾーンを目指します。プレーナンバー 1-2 佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン自陣34ヤード。ランニングバック9番、ハンドオフから中央を狙いましたが、これはカバーされており右オープンへ展開。結果ゲインはできず約3ヤードロス。プレーナンバー 1-3 佐藤建設セカンドダウン13、ボールオン自陣31ヤード。中央へのワンプレー、キャリアは9番、ゲインは約6ヤード。サードダウン3回目の攻撃に変わります。プレーナンバー 1-4 佐藤建設サードダウン7、ボールオン自陣37ヤード。3回目の攻撃、攻撃権更新まで残り7ヤード。中央へのランキャリア2番、しかしスリップ、ゲインは2ヤード、フォースダウンに変わります。アメリカンフットボールはボールを持っている選手が倒れたところまでを攻撃1回とします。プレーナンバー 1-5 佐藤建設フォースダウン5、プレーを選択します。ギャンブル、5ヤード前進しないと攻守交代です。ボールオンは自陣39ヤード。クイックパント、佐藤建設プレーをすると見せかけてパント、クイックパントのフェイクプレーを見せました。結果的に三重はリターンできず、三重自陣20ヤードからの攻撃と変わります。攻守交代。プレーナンバー 1-6 三重ファーストダウン10、ボールオン自陣20ヤード。パス不成功、クォーターバック9番、ワイドレシーバー19番へのフライパス、しかしこのパスはオーバースロー、セカンドダウンに変わります。
プレーナンバー1の7、三重、自陣21ヤードからセカンド運転。中央へのランプレー。ゲインは約5ヤード、キャリア25番。サードダウン3回目の攻撃と変わります。プレーナンバー1の8、三重、サードダウン5、3回目の攻撃、残り距離更新まで5ヤード、ボールオン自陣26ヤード。中央へのランプレー、キャリア18番、しかしファーストダウンには至っておりません。フォースダウン4回目の攻撃と変わります。プレーナンバー1の9、三重、フォースダウン4、パントフォーメーションを選択します。キックによる陣地挽回、攻撃放棄を行います。パンター12番、このパントは佐藤建設陣45ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー1の10、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン自陣46ヤード。ここでホイッスル。佐藤建設、前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半に3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。佐藤建設、前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー1の10、佐藤建設、自陣46ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック15番、ワイドレシーバー1番にパスを通し、約8ヤードのゲイン。ナンバー1の11、佐藤建設、セカンドダウン2、ボールオン相手陣46ヤード。佐藤建設ファーストダウン、ランニングバック9番、ハンドフォーク左オープン展開、ファーストダウン獲得です。
プレーナンバー1の12、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン相手陣42ヤード。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクです。アメリカンフットボールは熱中症対策として審判の判断によりクォーターの中間でタイムアウトを取ることが許されています。プレーナンバー1の12、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン相手陣42ヤード。中央へのランプレー、キャリアは9番。このゲインは1ヤード。プレーナンバー1の13、佐藤建設セカンドダウン9、ボールオン相手陣41ヤード。佐藤建設ファーストダウン、ランニバックリワン、ハンドオフから右を2クロを抜けファーストダウン獲得です。プレーナンバー1の14、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン相手陣25ヤード。パス成功。クォーターバック15番、ワイドレシーバー1番にホットパス。約9ヤードのゲイン。プレーナンバー1の15、佐藤建設相手陣16ヤードからファーストダウン10。フルバックのダイブプレー、キャリアは33番、ゲインは約5ヤード。失礼、ファーストダウン獲得です。失礼しました、先ほどのパスがファーストダウンでした。先ほどのプレーファーストダウン10でした。プレーナンバー1の16、佐藤建設相手陣11ヤードからセカンドダウン5。三重ナイスディフェンス。ランニングバック9番のハンドオフのランプレーでしたが、これを読み
三重チャージにより80番がロスタックル、サードダウンに変わります。プレーナンバー1-17、佐藤建設相手陣16ヤードからサードダウン点。攻撃権更新には10ヤード、得点を得るまでには16ヤードのゲインが必要です。インターセプト、ターンオーバー。クォーターバック15番エンドゾーンへのパス、しかしこのパスをチップ、チップしたボールを取ったのは三重、したがって攻守交代、ターンオーバープレーナンバー1-18、三重ファーストダウン点、ボールオン自陣7ヤード。フルバックのダイブプレー、キャリア11番、ゲインは約4ヤード。プレーナンバー1-19、三重自陣11ヤードからセカンドダウン6。パス成功。クォーターバック9番タイトエンド28番にパスを通し、約5ヤードのゲイン。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とし、第1、第2、第3、第4の切り替わりでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替わりではタイムアウトとポジショニングをリセットして試合を行います。これより第2クォーターに入ります。プレーナンバー2-1、佐藤建設セカンドダウン残り1ヤード、ボールオン相手陣9ヤード。パス成功、タッチアウト。クォーターバック15番ワイドレシーバー1番へのホットパス、1番タックルをかいくぐりそのままエンドゾーン飛び込みタッチアウト。
佐藤建設6点獲得。プレーナンバー 2-2 佐藤建設トライ4ポイント。タッチダウンの後のワンプレーです。2ポイントコンバージョン、2点を狙います。エンドゾーンにボールを持ち込むと2点が入ります。2ポイント成功。佐藤建設キャリア2番ハンドオフから中央突破、相手タックル振りほどき、そのままエンドゾーン飛び込み2点獲得です。佐藤建設スタンディングベアーズ8点、三重ファイヤーバード0点。プレーナンバー 2-3 佐藤建設キックオフ。先ほど得点を挙げた佐藤建設のキックオフで試合再開です。キッカー83番。スクイブキック、三重リターン80番。三重陣35ヤード付近でアトバーンズ、三重の攻撃に変わります。ここでペナルティーがありました。キッキングチーム佐藤建設に反則がありまして、リキック、キックのやり直しです。失礼、この反則はボールデッドとなった地点から5ヤード前進しての三重の攻撃と変わります。三重ファーストダウン。プレーナンバー 2-4 三重ファーストダウン10、ボールオン自陣41ヤード。ワイドレシーバー19番ジェットモーションスイープで左オープン展開。約7ヤードゲイン。プレーナンバー 2-5 三重自陣47ヤードからセカンドダウン4。
ここでホイッスル。三重前半1回目のタイムアウトを取りました。三重前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2の5、三重自陣47ヤードからセカンドダウン4。クォーターバック9番、ダイブフェイクオプションを試みましたがノーゲイン。サーダウンに変わります。プレーナンバー2の6、三重自陣48ヤードからサーダウン3。パス不成功。クォーターバック9番、プレーアクションのパスを投じようとしましたがこのパスはカットされパス不成功です。プレーナンバー2の7、三重フォースダウン3、パントフォーメーションを選択します。パンター12番、このパントは佐藤建設陣35ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー1の8、失礼、プレーナンバー2の8、佐藤建設ファーストダウン点、ボールオン自陣34ヤード。ナイスラン、ファーストラン。ランニングバック9番、ハンドオフから中央突破を伏し、そこから相手タックルを縫うように右オープンへ展開。大きく原始ファーストダウン。プレーナンバー2の9、佐藤建設ファーストダウン点、ボールオン自陣47ヤード。パス不成功。クォーターバック15番、プレーアクションからターゲット12番へパス。しかし12番がキャッチミス。セカンドダウンと変わります。プレーナンバー2の10、佐藤建設セカンドダウン10、ボールオン自陣47ヤード。
パス成功。クォーターバック15番ワイドレシーバー1番にパスを通し約5ヤードのゲイン。プレーナンバー2の11佐藤建設サーダウン6、ボールオン相手陣49ヤード。南庭国番トスを受け左オープンへのスイッププレー。しかしこれはミーがアジャストしフォースダウンと変わります。プレーナンバー2の12佐藤建設フォースダウン5、プレーを選択します。クイックパント佐藤建設再びクイックパント。三重陣15ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー2の13、三重自陣17ヤードからファーストダウン10。ランニングバック15番25番トスを受け左オープンへのスイーププレー。しかしこれは佐藤建設アジャストしており約3ヤードロス。